遠い存在だったんですけど、実際に話してみるとすごいお茶目な方で、すごい可愛らしくて、自分の中での印象がガラリと変わりました。映像のデビュー作品はネットフリックスのフォロワーズですね。あの頃はやっぱり日々を適当に過ごしてた節があるなって感じるんですけど、でも今は俳優っていう職業で食っていくんだって意識も高まってきて、一日一日大事にして過ごしたいなって思うようになりましたね。コメディ映画も好きなんですけど、花束みたいな恋をしたみたいなラブストーリー系も好きですね。見たい映画か、64ですかね。最近は配信派ですね。映画館で見るのも好きなんですけど、家から出たくないっていう気持ちが最近あるので、家でネットフリックスとかアマゾンプライムとかで見ちゃいますね。山田孝之さんと松坂桃李さんです。やっぱり非現実的なことを体験できる、これに限りますね。仮面ライダーとかだったら怪人と戦うないじゃないですか。怪人なんていないですし、やっぱそこですかね。アニメを見るか映画を見るかのどっちかです。ジョジョの奇妙な冒険と、最近だとチェーンソーマンとかアニメ、サイバーパンクエッジランナーズっていうネットフリックスオリジナル作品とか、あれもすごい面白かったです。やるってなると確かにバドミントンが好きですけど、見るってなったらサッカーが好きですね。ヨーロッパリーグだとパリ・サンジェルマンとか好きですね。あとリバプールとか好きです。好きな科目は日本史、世界史と体育です。野菜ですね。漬物とかゴーヤ、オクラとか最近食べれるようになったの増えたんですけど、イタリアに行ってみたいです。イタリアの街並みとか、青の洞窟、あの船で行くところとか、ジョジョの五部がイタリアを舞台にしているので、聖地みたいなの行ってみたいです。イタリア語、イタリア行った時にちょっと話せたらかっこいいじゃないですか。何事にもひるまず取り組めること、短所は物事のプライオリティを甘いところがあります。進路は俳優一本でやっていきます。道義を持った、何事にも真摯に向き合える大人になりたいです。一人暮らしできてますか？自分だけの力でちゃんと生きていけてますか？頑張ってください。初めての映画出演作品がまさかゼゼ作品になるとは思ってなかったので、すごいびっくりと嬉しさもあるんですけど、すごいプレッシャーの方が大きかったなって思います。父親を10歳の時に離れ離れになったので、この家族を僕が守っていかなきゃっていう気持ちが多分長男だから強かったのもありますし、自分も4つ上の兄がいるんですけど、その兄ちょっと参考に、僕も次男で末っ子なので、ちょっとお兄ちゃんがどんな感じなのか分かんなかった。お兄ちゃん像はちょっと兄から学んで、父親代わりじゃないけど、そういうのになれたらいいなって思ってました。あそこの舞鶴のシーンは、ちょうど僕が健一が14歳の時なんですけど、あれは反抗期チックじゃないけど、ちょっとそういうのも含めたお芝居だったんですけど、なんか実際の山本健一さん自身がそのゼゼ監督と話した時に言ってたのが、本当に父親が畑尾さんが怖くて怖くて厳しくて、そういう父親のことが怖いっていう、そういう部分もちょっと反映した部分はちょっとありますね。ずっと僕が小さい頃から好きな女優さんだったので、光栄な気持ちで、すごい遠い存在だったんですけど、実際に話してみるとすごいお茶目な方で、すごい可愛らしくて、自分の中での印象がガラリと変わりましたね。やっぱ北川景子さんのちょっとお茶目な発言が結構自分の中では印象深いですね。劇中でももじみさんはずっとすごい明るくて、家族の星じゃないけど、北川景子さん自身もずっと明るくてお茶目で、ね、すごい現場をちょっと和ましてくれてた。俳優としての感想としては、自分のシーン見てちょっとただただ反省というか、自分の足りない
ものが見つかったし、自分の課題を教えてくれた作品だなって思ったのと、一観客としての感想としては素晴らしいものを見たなと思ったし、重めなテーマではあるけど、でも実際はなんかこう人間の愛の尊さとか、そういう人間賛歌みたいな歌ったところはあるので、どっちかといったらそっちの戦争っていうよりかはその人間の愛みたいなのをテーマにした映画だなって思いましたね。泣きの技術ですかね、泣きのお芝居の技術面。あんまり今までその俳優のキャリアとして泣きのシーンっていうのはあんまりトータルで見るとそこまでなかったんですけど、自分の過去のそういう実際にあった体験談を投影してのお芝居にするっていうやり方もあるんですけど、でもそのやり方だと僕なんかあんまり泣けなくて、感情があんまり本当に動かなくて、そのシーンにのめり込んで演技するにはすごい集中力が必要だし、その集中力も課題だったなって思うし、ラーゲリより愛を込めては人間の愛とか人間賛歌を歌った映画なので、気軽に映画館に足運んでもらえたらと思います。ぜひご覧ください。バイバイ。